ピクってはないです。5回目に入ります。 A ピット5回目、鹿沼東の上野くん。ビッグジャンプを見せました。白旗が上がります。タチくんはここまで14メートル88、第2位。波の前に言ってくんないよ。15メートル台に乗せました。15メートル05、追い風 2.3 メートルですが第2位。そしてさて、大きな手拍子の中、東京のタチ君、6回目の跳躍。3番組、タチ君、惜しくも最後。変わりまして、この後のトラック競技、北関東女子最終第7種目目、800メートル競争1組の結果です。1組からの総合得点です。メートルでしたが、優勝記録、菅野小林くん、15メートル38、最後に記録を伸ばして優勝に花を添えました。南関東第3段跳び決勝競技を終了いたします。 3メートル、2等タチ君東京15メートル05、追い風 2.3メートル、3等大阪君成田14メートル75、追い風3.3。第1位小林俊也君、菅神奈川15メートル38。第2位タチ和樹君、東京高校15メートル5。第3位大阪智也君、成田千葉14メートル75。第4位川崎龍也君、津陽神奈川14メートル68。第5位一戸和成君、市立船橋千葉14メートル67。第6位中塚修馬君、法政第2位神奈川14メートル60。以上で南関東男子三段跳びの表彰を終わります。ありがとうございます。